デトロパチゲー。発掘隊。ハリーポッター。こちらはイギリスの女優作家、J.K. ローリングによるファンタジー小説である。1997年に第1巻が発売されると、瞬く間に世界中でベストセラーに。累計発行部数が5億を超えて、史上最も売れたシリーズとなっている。一方映画タイタニックなんだが、こちらはくしくも1997年に大ヒットしたロマンス映画。え？なんでいきなりタイタニックの話をしだしたの？そう思う人もいるかもしれないけれど、実はこの二つには意外な共通点があったのだ。今回はホグワーツレガシー発売記念ということで、ハリーポッターのゲームを遊んでいこう。今回ご紹介するのはこちら。ハマーチーム制作の、ハリーズレジェンド。またハマーチームか。正確に言うなら、ハマーテクノロジーと言った方がいいかもしれない。しかしこのゲームとハマーテクノロジーを語るには、少し前に遡る必要がある。おそらく90年代末頃、ハマーチームはとあるゲームの制作をしていた。それがこのタイタニック。このゴジワガバガバ訴訟対策らしいんだが、この作品は関係の深かったパブリッシャーである、カシェンから発売される予定だった。しかし90年代末頃になると、台湾のファミコン市場は衰退してしまっていた。その影響を受けてカシェンは、ゲーム事業から撤退してしまう。そのため発売できずチューブラリンの状態になっていたんだけど、ファミコン人気衰退の影響を受けたのは、ハマーチームも同じ。チームは解散してしまい、リーダーであるハマーチェンは、新たにハマーテクノロジーを設立。そうして新体制になった2000年初期、ようやくリリースされることになったそうだ。そして2001年、このタイタニックのグラを、ハリーポッターにすげ替えたバージョンが登場することになる。今回ちょっとタイタニックは手に入れられなかったんだけど、こちらのゲームで遊んでいこうと思うよ。電源を入れると即座にタイトル画面が表示され、ハリーっぽい何かが表示される。なんか鼻を赤くしている酔っ払いに見えるね。本作は前後ステージの横スクロールアクションとなっており、最初から全てのステージを選択できるようになっている。ただ全てのステージをクリアしないと、エンディングを見れなくなっているよ。ゲームを始めると状況説明の文章が出てくるんだが、手元のペーパーバッグを確認したところ、これは原作の英文そのままだな。第一章の最後ら辺の文章で、赤ん坊のハリーがダーズリー一家に預けられるところだね。ゲームが始まると一気に時は流れ、大きくなったハリーを操作していくことになる。おそらくここはダーズリー家だと思うんだけど、まあ元はタイタニック号。話の整合性やらはないものと考えていただきたい。今作のハリーは魔法ではなく、カンフーを極めた超武闘派になっている。そしてこのサモハン金棒のような男は、おそらくいとこのダドリー。自分をいじめたおば一家、両親を殺したボルデモート。ハリーポッターは復讐のためにその拳を血で染めていくぜ。本来の西洋ファンタジーとはかけ離れた香港映画になってしまっているんだけど、元のタイタニックもジャック・トローズがカンフーを武器に乗客をしばき倒しつつ自分たちだけ生き残ろうとする醜悪なものに変わっているので、まあ仕方がないよね。それはさておき、まずは操作説明をしておこう。十字キーで移動、 A でジャンプ、 B で攻撃、またしゃがみ状態で A でキック、 B でパンチとなっている。まあこのようなアクションを駆使してゴールを目指すんだけど、その出来はパチゲーとしては 1.5U、 普通のゲームとしては 4U 以下となっている。まあその問題点を指摘する前に、操作性についてなんだけど、こちらはかなりレスポンスがいい。この辺が 100U 以下のクソの山と一線を画す理由だな。
しかしながら戦闘自体に関しては、こちらもかなりひどい出来になっている。まずなんといっても敵が硬すぎる。ダーズリーのような雑魚敵ですら、10発以上攻撃を当てなければならず、とにかくテンポが悪い。これはステージ自体がとても短く、半分は画面切り替えすらないから。まあ敵を硬くしてゲーム時間を伸ばそうって魂胆だね。そして全ての敵を倒すと、ステージボスであるクイレル先生が現れる。あの、ボルデモート見えてますよ。なんでハリーを迎えに来るのが、ハグリッドでも、ダンブルドアでも、マクゴナガルでもなく、ラスボスなんですかね。しかもこいつは全てのステージでボスを務め、ラスボスとしても出てくるよ。使い回しがすぎる。さらにこいつもひどくタフで、1分以上蹴り続けないと倒すことができない。映画だとハリーが触っただけでチリになったのにな。ステージ1をクリアすると、再び文章が表示されるんだけど、こちらは第3章の最後の方のものだね。ハリーに届く手紙から避難するために、無人島に逃げ込むところだな。しかしバーノンおじさんの目論みは、意外な形で崩れることになる。タイテニックの痕跡である雑魚敵が、無人であるはずの島を闊歩しているのだ。そしてファミコン時代のアクションで、一番ムカつくコンボを決めてくる。それがノックバックからの落下死だぜ。足場を渡った先で、待ち構えるミッキーマスタロウ。踏切のタイミングもシビアで。リスタート時も浮き攻めをかましてくるなど、こちらの神経を逆なでしてくる。ただステージ自体はしごく単調で、いやらしい敵の配置を覚えさえすれば、簡単にゴールまでたどり着ける。やたらと硬い敵を倒しても、ゴールまで2分もかからない短さだしな。そして再びボルデモートが登場。登場の瞬間に不可避の速攻を決めるのをやめろ。まあ先ほどと全く同じなので、こいつはまるっとカット。ステージ3はグリンゴッツ銀行。この文章は銀行に刻まれている、泥棒に対する警告文だね。もちろんこれも原作まんま。原作ではトロッコに乗って、両親が残してくれた金庫の元に向かうんだけど、このゲームでは徒歩で進んでいくことになる。その道中に立ちふさがるのは、銀行強盗に入ったダドリー。おまけにペチュニアおばさんまでも、金庫破りに参加しているわけなんだけど、ちょっとここで体力に注目。ものすごい勢いで削れているのがわかるだろうか。実はこのゲームには非ダメージの無敵がないため、接触しているとあっという間に体力が削られていくよ。敵はまともな攻撃モーションすらなく、こちらに突進してダメージを与えてくるんだが、攻撃をかわそうなどという、甘ったれた考えは捨てるべきだぜ。このゲーム唯一の成功法は、ハメパターンを見つけて、ひたすらボタン連打を繰り返すことになっているよ。ステージ4はホグワーツに向かう汽車が舞台。一体いつ招待されたんですかね。しかしこのホグワーツ行き蒸気機関車。またしてもボルデモートの罠になっている。ストーカーか何かかな？ちなみにここのステージの元は、浸水したタイタニック号。汽車っぽくない構造をしているのは、使い回ししているからだね。そしてこちらのステージ、このゲームで最難関となっている。落下してくるシャンデリアに、ホグワーツまで追いかけてくるダーズリー一家。こいつら魔法と関わりを持ちたくないんじゃなかったか？まあこれらは初見だと脅威なんだけど、ボスの元にたどり着くのは難しくない。しかしそのボスのボルデモートが、突然超強化されている。ここで一番怖いのが置き攻め。このゲームにはダウン時の無敵がなく、一度倒されてしまうと、起き上がることができないまま、連続で転がされ続けるぜ。
これは地形のせいでもあるんだけど、ソファーやベッドの上に乗ると、強制的にジャンプになってしまう。ジャンプ攻撃もないため、ここで攻撃を食らうとマジで何もできないぜ。ではどのように倒すかなんだけど、今度はこちらがお返しにはめ倒してやろう。そのためまずは左に戻るぜ。そしてこの位置。ハリーが高いところにいると、ヴォルデモートは飛びかかってくるんだが、この時一方的に攻撃することができる。たまにイレギュラーな動きをして、パターンが崩れることもあるんだけど、これでほぼ貫通することができるよ。って、あれ？なんか波動拳が出たんですけど。ついに貫通を極め、気の力を操ることができるようになったか。実はこのゲーム、2種類の必殺技が実装されているよ。一つは AB で発動できるほうき投げ。こちらは放物線を描きながら飛んでいくんだけど、当てるのが難しく使う場面がない。この技は最初から使えるわけではなく、ステージ2からアンロックされるため、その存在に気づきにくくなっている。またステージ3からは上、下で、魔法が使えるようになるんだけど、こちらもほぼ使うことがない。これらの技は体力を使用するんだが、その体力に見合った威力がない。はっきり言ってただの自傷行為なんだよね。4度目のヴォルデモートを撃退すると、汽車がホグワーツに到着する。結局誰にも招待されないまま、ここまで来てしまったね。ホグワーツに到着した途端始まるのは、組分けの儀式ではなく、どういうわけかバレーボール。クイディッチのつもりかな？ここでは自身がバーになって、球を相手のゴールに入れればいいんだが、上を飛んでいる。これ誰だろ？まあこの幽霊にボールが当たっても反射するようになっているぜ。敵がゴールを決めてしまうと、こちらがダメージを食らうようになっているんだけど。当然考えるのは、ここにいれば無敵なのではということ。まあさすがにそこまで甘くはないぜ。何度かゴールを決めていくと、場面がタイタニック号のようなホグワーツに切り替わる。中ではよくわからない紫色の炎が、こちらを追いかけてくるんだが、無敵なので無視して進むと、今度はチェスの駒が襲ってくる。原作でもチェスは出てきたけど、今作は拳で分からせるよ。ロンがこの光景を見たらどう思うんだろうな。しつこく学校まで追いかけてくるおばさん。あの、今日は授業参観じゃないんですよ。それではラスボスのヴォルデモートを倒していこう。一体ダンブルドアや他の先生たちは何をしているのだろう。ちょうど目の前に回復薬があるので、ちょっと魔法を使って牽制しておこう。まあそんなことしなくても、テーブルの上で待ち構えていたら、簡単に倒すことができるんだけどな。だいたい1分程度蹴り続けると、ヴォルデモートは死ぬ。魔法なんかいらなかったんや。そしてヴォルデモートを倒せる魔法使いが、ホグワーツに入学する必要があるのか、甚だ疑問なんだけど、急にグリフィンドールに振り分けられて、このゲームは終了となるよ。それでは総評。という名のクソゲー組分けの儀式に移ろうか。ハリーズレジェンド、前へ。ふーむ、これは難しいぞ。すこぶる難しい。ハメ技に溢れておるが、操作性は悪くない。しかし原作が全く必要ない。というかそもそもほぼタイタニックの、グラフィックを変えただけ。どこに入れたものか。クソゲーは嫌だ。ほう、クソゲーは嫌か？確かかね。偉大なクソゲーになる素質が君のロムには詰まっておる。クソゲー判定になれば、偉大なるうんこへの道が開けるのだぞ。お願い。クソゲーだけはやめて。それならば、
パチゲーだ。